お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、このゴールデッキを紹介したいなと思います。もうね、これ今ね、圧倒的に強いデッキ。語彙力そんなないな。なんか下手なんですけど、言い方。マジね、このゴールデッキはね、強すぎるんですよ。本当に。なんかもう弱点ないんじゃないかっていうぐらい、本当に強くて、まあ何が強いかって、まあスケドラがね、まあ強いんですけど、今までスケドラがベビで、なんかそうなると、ダクネにね、まあ、ファイボとかポイズンとか、まあ、あとはいっぱい攻めてきたらロケット打っておけば守れるみたいな感じだったんですけど、こう、スケドラがいるので、ダクネとかにファイボ系とかポイズンとか、まあ、他のスペルね、守ったらスケドラが止まんなくなるんですよね。で、こいつがいるだけで結構火力があって、こう、厄介なカード。なので、逆な順番でもね、こいつをゴリの後ろにつけられると、なんかね、まあ言ったらスペルとかで、ね、処理しないといけないんですけど、スペル使うと、もうダクネも残るし、アイスイズムも残って、こっちが逆に攻めれないしみたいな感じで、ここのね、ここの三角形といいますか、三角形 二角形、あのダクネとねスケドラの関係がね、めちゃくちゃね、あのまあ相性いいといったところで、この頃はね、今日は使っていこうかなと思います。なんかこう、もうスケドラがね、あのスケラ、僕スケラめっちゃ使うんですけど、スケラ使った時にスケドラ来るともうね、全然ダメージ入んないんですよね。そうで、でも言ったら、じゃあ、ポイズン打たないとダメージ入らないんで、処理しないとね。で、じゃあ、ポイズン打つと、打ったら打ったで、このダクネとかね、こう、他のまあ、マスケとかエレキとかなんかもうそういうところがね、すごい残ってきて、もうね、こう、スケラーを使う上で、もうね、この、スケラーがすごい厄介なんですよ。まあ、めちゃくちゃ強いですね。本当に。簡単に言うと、めちゃくちゃ強い。そんだけ。うわー、すんごい、これ。これ行ってよかったかな、これ。ちょっとミスったな。これ行っちゃいます。なんでこんな言っちゃうかというと、ここであのゴロを溶かしたいですね。ほら。ここでゴロを溶かして、あとは、ま、アイスイズ取るねぐらいで回収かな。よいしょ。さあ、で、これゴロを爆破したら多分竹が明確に行くので、OK。それだけででかい。で、この多分小型ゴーレムぐらいだったらね、金魚できそうじゃない？ほら。はい、来た、割れろ。いやー、さあ、どうさあ、取られたしくったー。多分ね、今取れない位置が甘かったから、もう一個右とかかな。だから、いけそうでしたね。今のはもったいないな。ちょっとこの、気持ちね、ダメアドの余裕があるんでね。やっちゃいましたが、まあ明日ね、明日この動画が上がってる当日か。クロワ最強決定戦の僕が今日出るんでね。こんなミスもね、本当にしてらんないんですけど。よいしょ。まあ、楽しみですね。本当に。キラクインね。キラクイン頑張りたいと思いますね。さあ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 。ダクネと、このスケドラの範囲 OP ですね。範囲でベビーも溶けるし、このゴレがね、割れた後、タワーがね、公園と殴ってくれるので、これだけでね、守れますと。いや、防衛課題ですね。そう、このゴレは、ゴレデッキなのに逆サイドとか攻められても全部守れる。しかも、スケドラが入ったことによって、あの、火力も結構出るというね。アイスイズルと、まあ、ダメージ自体そんな出ないんですけど、スケドラーが全てをね、このデッキの最強にしてくれてますね。弱点を全カバーしてくれてますね。よいしょ。火力出ないのを補うし、なんか中型呪文枯渇みたいなの生んじゃうし、まあ、みたいなところで、これライト打っちゃおうかな。いや、打たないでいいな。ほい。さえてライトニング打ちました。ちょっとチャンスではありますが、難しい感じの。あー、それはやばい。それはやばい。それはやばい。そのとおりね、ちょっとおしゃれですね。やったな、今の。普通にゴレからのスケドラ追加でよかったっすね。ちょっと、待っちゃったな。まあ、一回防衛しますか。多分防衛しようと思えば、どんだけでも防衛できるんですよね。そう。あーで、これで、ゴレディオンですね。ゴレディオンだ。おい。まあ、からの、まあ、ここは適当に守りましょうか。で、トルネ。アイスイズスケダートルネの範囲で全溶かしですね。いや、強すぎ？強すぎ？そんな守れるっていうぐらい守れるね。で、まあ、ゴレつけて、ちょっとつけて、でも相手、OKOKOK。ライトは打てない。もう、つけてるだけですね。防衛トルネぐらいか。で、ワンチャンライト来るか。ダクネつけ、ダクプリつけて、飛来心。はい、来たー。これがね、強い。もうライトニングにも強くて、
ダクプリとスケドラがあるので、ライトニングにも強くて、まあ、スケドラがロケットにも強くて、ダクでもロケットにも強くて、でポイズンに弱いけど、そこ3体いるんでね、ポイズン打たれるユニットが、ファイブ打たれるユニットが、そこ全部こう補いあってみたいな。いや強すぎじゃね、マジで。このデッキのねバランスが良すぎるんですよね。ゴレ出しても逆サイ攻めてきたら、まあ、アイスイーズプラスで守るみたいな感じですね。羽羽さんっぽい名前なんですけど、全然違うな。そんな感じの人と当たりましたね。さあ、コウモリ、っていうことがディガーとかですかね。高回転系。ピューし下げて、ウォールブレーカーとかかな。まあ、わかんないですけど、ディガーコウモリ、こっちの守りすぎですかね。まあ、スケードラだけで守れるんですけど、とっさにアイスイーズ出してしまいましたね。マスケ来たらライトどうと思ったのに、ライトじゃなくて来ないっすね。で、アイ、ギャングコウモリ。ギャングコウモリ、アイゴレバルーン、メガナイトバルーンですね。これダックプリで受けて、おー、すごい。来る。まあ、これダメージ入れたくないよね。前半耐えたら正直こっちの勝ち。多分メガナイトインドじゃないかな。メガナイトインドバルーンだと思うんですけどね。なので 5? いや、なんもないな。スペルザップだけだと思うので、多分僕、スケドラ無双できると思うんですよね、正直。で、逆に相手にゴレをインドラだけで溶かされるとかがちょっと辛いかな。気をつけてですね。これもいっちゃいますか。逆サイバルーン来たら無視でもいいっすね、正直。まあ、スケドラだけで守ってもいいですが、若干アドを取っています。これはもう無視ですね。ディガーバルーンは。これで8ヤードなので、ここでね、一旦タワー落としちまえば僕がすごい有利になるんでね。で、もうつけて、で、一応5警戒で、まあ、メガナイトですね。ユニットそんな出さない。5ねえな、やっぱり。よし。いいですね。で、これも、これ、あれ?これ、さては、ゴリ押し、タイミング来てねえか。一応、トルネでインドやっときますか、早めに。で、僕、負け筋を減らせようとして、もう一回、ここで後ろから行きますね。今、トルネ使ったから、やべえ。ミスターやべえ、トルネ使っちまった。負け筋としてで、余裕で負け筋引いてる。だが、耐えるよね。はい。さあ、大体インドラがやばい。インディーゲーミングされる。このスケドラちょっと、いや、残したい。気持ち残したい。で、インドラを剥がせばいいだけ。インドラ剥がして、ワンチャンやばいっすかね。ワンチャンやばいのかな。あ、インドラ剥がしちゃったの、俺。トレネ使っちゃったの。俺、すぐトレネ使う習性ありますね、僕。さあ、でも耐える。おい、めっちゃいい試合してる。やべえな、これちょっとやばいっすね。トルネを使ったらダメなんですよ。トルネを使うとダメ。トルネ使うな、俺。使うんじゃねえぞ。来た。これ多分共有できますね。もうこれを、あー、でリカか。おいからの、これで真ん中ゴルドンですね。まあ、真ん中じゃなくてもよかったんですけど。で、あとは耐えるよと。耐えて。OK、D が来ても耐えれるんで、ゴリゴリ行って。いやー、スケドラですね、本当に。マジで結局。これもベビーだったら、全然こんなバルーンも抑えれてないですし、そこまで大きなカウンターにもならないんですよね。結局、スケドラがね、今回の相手はスペルがザップしかなかったので、よりね、大暴れしちゃってましたね、という部分で、いやー、完成されてますね、このデッキ。本当におすすめですね。おすすめなんですけど、僕は嫌いですね。何言ってんだって感じなんですけど、僕はダクネがね、好まないんですよね。ダクネアンチ系 YouTuber なので、
そう、ダクネが嫌いなんですよね。なんかダクネるだけでなんかもう全部突破できちゃうじゃないですかっていうのを思ってるので、ダクネはね、まあ強い時は使うんですけどね。ダクネアンチとか言って、ダクネスケラ、ダクネジンギ、ダクネ三次子、ダクネミラー、なんかダクネめっちゃ使ってましたけど、ふふふふ、さスケダラですね。相手もメガファイヤーで、相手の他のカード覚えてねえな。ザップ、うん、これ言っていいな。これどうせスケダラにもう一枚咲いてくれそう、咲いてくんねえかな。わお。でこれは一回落ち着いて多分守れないので、ユニットから確実に処理して、こうすることによって僕のユニットが残って逆サイド自然にカウンターしてくれるんですよね。これが大事ですね。よいしょ。相手ジャイプリのスケダラですね。これで今一時交換しつつ、さらにこのダックプリがいるんですね。これがでかいですね。これを今ジャイプリを真正面から受けていると、これがいなかったんですよね。これライト打っちゃおうかな。じゃ邪魔っちいっすね。打ったら打ったら相手結構困んないかな。あれ、ダクネが消えちゃってる。で、このプリンスいて。さあ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 。まあ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 、トントンですね。で、ジャイプリファイボのスケドラですね、相手は。早場だったと思うんですけど。こっからですよ、問題は。逆サイドにケツダクプリ。同サイド、ありがたい。で、スケドラは相手がファイボとか使うまで出さなくてもいい気もするんですけどね。来た。で、ワンチャンファイボ来るんだよな。来た。来たら抑える。いや、ダクね、本当はゴレの後ろにつけたいんですけどね。よいしょ。やっぱ焦らず、てかまあ軽くね、攻めて。柳雨ファイブザップでしたね。柳雨だったんだ、さっき。だから俺のダクね消えたんですね。スケドラ来たら速攻取るんで、バチコンして、まあ、ファイブボーイかな、さすがに。オッケーオッケーオッケー。いやー、むずいですね、これ。どっちにこれ展開しよう、マジで。これ、一回受けからですね。一回受けからで、相手が始まりジャイプリあるので、警戒して。で、これでいいな。このゴレで釣っちゃって、オッケーオッケーオッケー。で、ここ防衛して、あ、ダクね、戻ってこい。オッケーオッケー。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。あ、いいね。からの？あ、戻ってくる。いやー、あのゴレを、俺は見捨てたくないな、あんま。俺はあんま見捨てたくないんだよな。やべ、シャシャった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 。ちょっと待って、待って、待って、待って。やべ、やべ、やべ、すぐシャシャる。すぐシャシャるんだよな、本当によくね。あのダックプリのダメージはね、無視できますね。一回我慢して。さあさあさあ、耐えろ。アイスイズがこっち向いてくれる。いやー、優秀か？耐える。ザップ打たれた時の陸がちょっと怖いが、来たね。ヤンナーメザップ使ったよ。あれに5打たないといけない。エレキもない。あ、めっちゃいい、それ。だが、だがしかし、この遅延効果が、ええ感じに。これ、残します。おら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 、来たー。アイスイズの遅延で、ちょっとでもゴロを入れたい。ちょっとでも、うん、これもう真ん中つけとろ。からの、キングを実は狙っている。スケドラもう一発？あー、来たー。おい、あー、これどうせならキングに、どうせならキング3クロ降りたかったですね。いや、これが強いのよね。マジで。結局ね、結局これなんですね。ベビだと軽く出ないけど、スクドラのおかげでちょっと軽く出て、ファイボも打たせやすくして、そしたらアイスイズとかダクネが防衛でめっちゃ輝くと、まあ、言った感じっすよね。はい。なので、皆さんもこのゴレスケドラデッキね、僕アンチ、ダクネすごいアンチなんですけど、強いんでぜひ使ってみてください。はい。チャンネル登録お願いします。では、お疲れさんでした。バイバイ。